ブライアン・デビット・ジョンソンは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州オークランド出身の元プロ野球選手。MLB の複数の球団で保守を務めたが、もともとスタンフォード大学の学生時代には、カレッジフットボールのクォーターバックとして活躍していた。ジョンソンは、1983年から1986年まで、カリフォルニア州オークランドのスカイライン高等学校に学び、 三種のスポーツ資格で大学への入学を認められるほどの実績を上げた。高校の野球チーム、タイタンズでは、保守と投手を務め、全米大記録一つと、終新記録六つを残し、全米高校代表にも選抜された。また、高校在学中の三年間すべてのアメリカンフットボールのシーズンにおいて、スターティングクォーターバックを務めた。さらに、 スポーツ資格で大学への入学を認められ、レベルのチームであったスカイライン高校のバスケットボールチームにおいても、後に NBA で活躍したゲイリー・ペイトンのバックアップ要員であった。ジョンソンはカリフォルニア州の高校スポーツ機構であるキャル、ハイスポーツから3年連続してアスリート・オブ・ザ・イヤーを受賞した。ジョンソンはまた1980年代において、 オークランドホースハイドソフトボールクラブでバットボーイを務め、後には選手としても出場した。ジョンソンは全額給費の奨学金を得て、スタンフォード大学でアメリカンフットボールのクォーターバックとしてプレーした。最初の3シーズンは各シーズンの一時期ではあったが、スターティングクォーターバックを務めた。大学の野球チーム、カージナルでは、星と二塁手以外の七つのポジションでプレーし、 チームが二度にわたって、カレッジワールドシリーズ優勝を遂げることに貢献した。スタンフォード大学三年時だった1989年の MLB ドラフトにおいて、ジョンソンは16巡目で、ニューヨークヤンキースから指名された。ジョンソンは、大学では保守を経験していなかったが、プロでのポジションは高校までに経験していた保守を通すことになった。プロ生活では、サンディエゴパドレス。 デトロイトタイガース、サンフランシスコジャイアンツ、シンシナティレッツ、カンザスシティロイヤルズ、ロサンゼルスドジャースと、6球団を渡り歩くことになった。MLB デビューは1994年4月5日、最後の出場は2001年9月21日であった。MLB では、通算打率、248、アンダ351本、本類四49本の記録を残した。 ジョンソンのプロ野球選手としての経歴の中でも特筆すべき瞬間の一つは1997年9月18日にサンフランシスコジャイアンツの一員としてロサンゼルスドジャースと対戦していた試合で12回裏にホームランを放ちチームをドジャースとの同率主位に押し上げた時であったジャイアンツはその後ナショナルリーグ西地区で優勝し以降 ジャイアンツのファンたちはこの試合を、ブライアン・ジョンソンゲームと呼ぶようになった。ありがとうございます。